はい、どうもワイワイと申します。よろしくお願いいたします。さあ本日はね、早速ではございますけれども、新しくね出たゲーム、ちょっとこのゲーム気になるなというゲームをねプレイさせていただこうというふうに思います。そのゲームの名前がこちらのスペースヘブンというね、宇宙の天国といいますか、天国の宇宙といいますか、まあこれね分かる人には分かるような例えで言いますと、宇宙版リムワールドみたいな、まあ簡単に言えばね、宇宙でサバイバルをすると、なんとか宇宙船を改造したりとか、なんかそういう施設を建てたりとかね、もちろんエイリアンと戦ったりだとか、他の惑星にこうなんていうかな、到着してそこで支援を得るだとかね、宇宙ならではのことを含めながらサバイバルしていく、なんとか生き残ろうというシミュレーションゲームみたいなんですね。まあちょっとどれだけね私がプレイできるのか、どれだけ、日にちを重ねることができるのかわからないですけれどもね、早速全くわからない情報とか全然知らないままですけれども、本日はこのゲームをプレイしたいなと思います。さ、では宇宙を股にかけるといたしますか。ニューゲームでいいんかな。おう、これはシナリオ選択とか書いてあって、これノーマル、ノーマル変えられへんの？ノーマル変えられへんみたいね、なんでかわからんけど、まあとにかくノーマルの目標は、あと宇宙の旅路に繰り出して、宇宙船の編成とか、あとはまあ他の勢力との遭遇を経て、味方勢力の目標達成を目指して銀河系を探索しましょうっていうのが目標みたいね。これは何なんだよ。俺はこれ次へ押せばいいの？これを。次へ？あ、難易度ここに書いてある。これピースフル、ビルダー、ミディアム、ハーシュってあるけど、ハーシュは開始時の資源と銀河での発見可能な資源の量が低下するねんて、真の困難に直面し、より厳しい決断を迫られることになんねんて。ぴったりやわな、俺に。ん？すごいね。下半身みんなしっかりしてるね。ジオングみたいにしっかりしてるね、下半身が。これ消防士やねんて。消防士。うん。あ、これ、名前も決められんの？あ、消防士もこうやって変えられんねや。へぇ。エンジニア。花屋なんかいらんちゃうか？よりにもよって花屋連れて行くか？宇宙に。これなんか変えられる。ごめん、これ職業も変えられるみたい。これ、こうやって押したら。消防士は変わってんねん。ほら、鍛冶職人とかいいやん。採掘技術者。これ、面白いこと思いついたかもしれん。これさ、全部これ、石にしてしまって。これで国境なき医師団ってことどう？国境なき医師団、名前もちゃんと変えたいな、できるなら。最初の4人ぐらいはさ、やっぱりリーダーになるわけだから、女性やからちょっと明るめのね服着といてほしいの。やっぱ女性は華やかに着飾っといてほしいと思うから、うん、こんな感じでいい、こんな感じでいい。あなたの名前は富永さん、あなたは。あなたは富永、ごめんな、もうちょっと待って、みんなゲームもうちょっとして始まるから。ほんで、こっちも女性やから、男2、女性2やから。で、このもう一人の女性は、金山さん。金山さん、金兵衛やから、ほら、見て。金山さん、金兵衛やねんで。富永さんは？富永さんなんか英雄って言ってんねんけど。英雄は大地に足を据え、どんな困難にも立ち退かない強い精神やって、富永さん。富永さん、パニック状態とかに、あれやねんって、強いみたいやで。で、あと、男の人もな、やっぱ、決めていってあげるのは可愛いせやな。男の人はやっぱりね、ちょっと青とかにしといてほしいね。分かりにくくなるからな。保険会社の横山さんにしよう、じゃあ。保険会社の横山さんがこう一人の男な。で、そうやってちょっと、いや、そんなんつけたら可愛いせやな。富永さんとかもつけてあげなな。小さい頃から富永さんにしよう。ここが一番楽しいかもしれん、もう。金山さんな。金山さんは、金はないけど金山さんや。最後、こいつがまあ一応リーダーなんやろな。家建てたばかりの枝さんや。よっしゃ、これでええわ。だからこの4人が今から、この4人の国境なき医師団が、この世界でいろんなものとこう、だからあれなんやろ？いろんなものとこう、あれしていくってことやな。交流していったり、まあ自分たちで生活するってことですよね。重要施設の建造中に資源が不足してしまった場合は、施設を解体すれば資源が戻ってくるから、建造に再利用できますよ。これによって重要度の低い施設を一時的に解体することも可能ですよと。なるほど、そうやってやりくりしていかなきゃならないんだ。うわ、これ大変ね。建造工具施設と、こっち待って、ちょっと止めようか。建造工具施設、この施設は資源を変換してクルーの建造用工具を再チャージするあらゆる種類の建造物に必須となりますよって。あ、音楽いいね。とにかくこの施設に関してのことを言うてくれてるんだ。電力を必要としますよと。画面の動かし方だけ見とこう。画面は、あ、こうやってこれが動くだけなんだ。最初はほんとこんだけちっちゃい、
これ宇宙船みたいですよ皆さん。これが宇宙船で今一応飛んでるという設定みたいなんですよね。ところがなんか他の惑星とかというかなんか他の宇宙船とかとこう交流したりとかすることになるらしく、まあ、ここがほんで入り口なんかな。これ今保険会社の横山さんいるとこここで、今持ってんのがここら辺でアイテムでこれが食べ物とかも含まれてるみたいね。これ何これなんかベビースターラーメンみたいな織物、あ、繊維ね、織物に使いますよと。で衣服も作れるっていうことなんだ。さらにはご飯とかがありまして水もありましてね、お金なんでしょうかねこれがね、クレジットね。で、今しなきゃならないことがここら辺に上がっていることやと思うんですね。でこの、まあ、一番上のやつ先に言われてますんで、この施設は資源を変換してっていうこの工具施設ってやつをもう一回作ってみましょうか。これか、これを作らなあかんねんな。なんか出てきた出てきた、ほらこれがある意味一つの作業台みたいなことなのかな。ここら辺はなんだよな。ここにもちっちゃい宇宙船あんねんけどな。じゃあ航空施設ここ建てようか。こうはい建てました。これで多分 OK やねやと思うのよね。でこう次はこの休憩場所もないとか言うてんだけど、まあ、一回これちょっと見守ってみる。これ一体どうしてくれんのか。はい GO。 ああ小さい頃から富永さん、ほらなんか動かしてる。小さい頃から富永さん、どうしたんどうしたん。ああ家建てたばかりの江田さんもなんか、あ、なんか運んでんのかこれ今。荷物をこっちに運んでんのかな。でこれは何、これはシャトルって言うて、なんかとにかく手動操作偽りって書いてるけど、それはちょっとよく分からへんけど、酸素とかもなんか増えていったりとかしてるね。ここになんか人を乗ることができるってことや。でこれは何、これは採掘ポットなんやって。これもなんかよく分からへんけどなんか使うやろな。だから惑星に降り立ったらこれでこうガーンと掘るとかそういうことかな。ごめんちょっと大きい声出して。あ、これ小さい頃から富永さん作ってよ、ほら。あ、お疲れ、小さい頃から富永さん、富永さんこれ作ってくれたよ。あ、なくなった。なんか休憩場所なしや、あと休憩場所。ほんなら何何何、ちょっと待ってもうすぐ自由、大学の授業以来かも、こんなに自由みたん。酸素発生装置を建造するんだと。ああそれ大事ね。まあ酸素は人間が宇宙で生存するために必要な存在やからね。で、気体浄化装置を作る。多分これは空気清浄機みたいなことかな。気体浄化装置、空気清浄機と、ほんで酸素を作る機械を作りましょうねってこと言われてるね。了解、じゃあそこら辺も作っていきましょう。酸素発生装置この端の方にこれ置いておこうかな。じゃあ酸素発生装置端の方に置いといて、これ空気清浄機もその横にこれこうやって置いとこうや。これでいいや。ほんでさらに休憩場所がないって言われてるから、今休憩クルーに休憩が椅子とソファーをいくつか設置してくださいやって。それもじゃあやってみる。こういう感じでどう。こういう感じでこれ多分2人ぐらい座れる。2人座れて2人座れてっていうことで、これでいいんちゃうかなと思うんだけど。でスタート。ほら作っていってんじゃん。これ建造の仕事は不可能ですって言われてるけど、不可能ですって言われたらもうしまいやねんけど、ほなまあなんか資源が不足してねって、資源が不足してるからって言って無理って言われねんけど、でも置いといてもいいや。え、あかんのかな。もういいや、置いとくだけ置いとくわ。やっぱりこの形でよっしゃ、これでスタート。これでまあ無理や言われるけど、まあしゃないそれはもう後に休憩してもうたらええから。もうなんか運んでるよ、ほら保険会社で横山さんも、小さい頃から富永さん、もういたいたいた、ほらなんか運んでるわ。ものすごく見にくいね、なんか画面が明るないね、あんまり。これを多分作ってないな、今からな。空気清浄機今作ってるから、空気清浄機の近くに休憩持ってきてるあたりがやっぱり手だれやろ。横山さんほらもうこうか頑張ってよ横山さん。あ、ナイス横山さん。何なんか常に出てくんじゃん。オブジェクトが電力グリッド外やねんって。そんなの早く言ってよ、電力グリッドとかさ。とにかく電力が今足りてないんやろ。電力は これで多分電力蓄積量低、これで多分電力をはわすんやと思うから、これじゃあこうでいいんじゃないの。これこの枠内にやってくれんやろ。これででも線が出えへんねんけど、これ線どうやって出すんやろ。おいださん、なんか運んだわ。何を運んでんのとか俺全然知らないけど、指示するものとして。あ、ここ作ってるんちゃう、これ今ほら、ここ作っていこうとして、ここちょっと誰か作ってあげて。ここ、あ、ソファ作ってや、ソファ作ってな、えらいほら、それ横山さんのな、これ横山さんの椅子な。ほんなら、あ、富永さんもほらソファ作ってや、富永さん、ほんなそれ富永さんのソファな。横山さんと富永さんしかさっきから仕事してへんぞお前なあ。何してんねんお前、家建てたばかりの枝さん、お前家建てたばかりのくせしやがって。お前がしっかりせなあかんちゃうんか。よっしゃ、ほんでや、ほんでこれをリンクするんだよと思う多分。ほら
これ俺なんかもうすごいすごいやろ、すごい分かってるで俺。ほら何も分かってへん、なんかすごい緑の四角出てきたもん。こうじゃん、オッケーできた。これでこういう風に今あので、できてるわけや。直列回線ができてる今。これ何座れへんマークみたいに出てくるんだけど、これなんで座れへんって言うの。座れるやん、椅子あんねんから。これ移動したらいいの。え、これほらこうやったら座れる。いや、1からすんの。こうずらしたらいいんじゃないの。富永さん容量悪いわ、さすがに。それは宇宙船の船体を拡張する。宇宙船の船体を拡張して施設用の空間をもっと作り出そうやって。え、宇宙船自体を大きくするってこと。え、そんなこともできちゃうの。これや、船体これ。え、これで船体建造。え、何ここになんかこうあるで。これ何、ここに繋いでいってみる。じゃあこういうこと。え、こんな急に俺増やしていいの。てかそもそもこう増やそうか。これでいい。これでちょっと一回見てみよう。なんかここに緑のマークが出てんのがよう気になんねん俺は。ちょっとごめんな、みんな。江田さんと金山さんしかいい日になってんけど、なんでか。なんで他の人は、他の人どっか行ってよ。うん、来る用のベッドを作れ、トイレを作れ。了解。まあそういう生活施設を作っていけってことは分かるけどな、生活する人間がどっか行ってしまってるんです。今これか、これで今作っていってんのか、部屋。多分これ、あ、これ下から作っていってるってこと。なんか乗ったんか。あ、これちゃうか、ここなくなってんじゃん、これ。ほら、なくなってるやん、すげえ。こっからこう降りて、ほんで今ここを作りに行ってんねや。ほう、すごいな。じゃあベッド作るか。もうその2段ベッドでいいんちゃうの。ややこしいやろ、2段ベッドの方が絶対楽やろ。2段ベッドはいいけど、お前寝室もあらへんの2段ベッド作るのか。なんかここから言うたそばから行くか。言うたそばから作っていけよ、ほんお前ら。これあげた、まあ、ここが寝室ってことにしよう。じゃあ寝室っていうか、まあちょっと憩いのスペースにしよう。トイレ、あ、これか。これトイレなん、これ。これもトイレやねんって。トイレなんか、お前そんなんめっちゃ端にやってあげな、かわいそうやん、トイレ。え、ごめん、そうなってくるとさ、トイレとか建てなあかんとか言われてるから、そうなってくるともうトイレ作らなあかんわ。じゃあトイレという部屋を作らなあかんねん俺。で、ここトイレにしようか。ここトイレにしよう。おー、すごいや、もうすでにあるベッド作ってるやん。これどっち作ってんの。富永さんが作ってんのこれ。だからお前な、働けって金山さんな。富永、お前なんで家建てたら分かるのに、お前は何も建てへんの。お前が一番建ててるとこ見てきたんちゃうんか。ほんまに信じられへん、江田さんと金山さんはほんまに仕事せえへん。今日も金山さんはお前手動操作や、お前なんか。手動操作したらよ、お前を。どうやって手動操作すんねん、お前も。もう、お前、どうやって手動操作すんねん。おっしゃ、おら、金山さん、ほら、俺、金山さん、これ。金山さん今動かしてる。金山さん、なんか、C や。金山さんもう出ていけ、ほな、お前もう。お前もう乗れ。働かへんやったら乗っとけ、お前は。金山さん、それ乗り物に乗って、金山さん。でこれ出ていけ。出ていけよね、これ。お金はないけど、金山さん。これどうすんの、これ。これをちょっと出しても。あ、出し方がわからん。こいつの出し方がわからんから、もう金山さんはごめんか、ここにいといてもらう。働かへんやったら、この部屋にいる資格なし。江田さんは、江田さん眠たい言うてるで。江田さん眠たいとか、抜かしてんねんけど。ちょっと、江田さん、ほな、江田さん、ここ、寝てみんよ。江田さん、ここ寝てみ、江田さん。違う、殴れって誰も言ってない。殴るわけない、江田さん。江田さん、違う。あかん、もう江田さん。もう江田さん、殴りつけることしか、家建てたばかりやのに、殴りつけることしか、でき。違う、江田さん、座ってほしいね、江田さん。もう乗ってろ、じゃあお前は。江田さん乗ってろ、お前なんかは。じゃあ鬱陶しい。お金はないけど金山さん孤独って書いてるけど、1月15日何この日記みたいな。僕は初めて知ってんけど、うわ、だいぶ孤独感じてるやん。なんか大きな不快感とか。でもこれさ、一番最初やからね、これ知らないけど、後の方になって不快感はなくなってきたけど、お金はないけど金山さん宇宙着疲れがあると。お金はないけど金山さんエネルギー低下、家建てたばかりの江田さん状態消失やもん。状態層消失。もうでほなよ、出ておいで。なんか自分らがそうせいして行動せえへんことにはな、
何もできひんわけ、こっちとしては。お前なんか言ってんだけど、じゃんけんしんちゃん、これ金山さんと井田さん、金山さん勝った金山さん勝った早仕事して頼むから仕事ショーで、おっしゃ、部屋できた、部屋ができたみたいやから、ほら俺トイレ作ってあげるわ。ちょっとトイレ行きたいんかもしれんからな、みんな。トイレもまた電気いんねやろ。お、すごい、みんなどうしたの、みんなどうしたの、全然働きないけど、みんな、あ、みんなご飯食べだした、ほら、みんなご飯食べだしたわ。これ 富永さん、ほら、富永さんと金山さん、ここ違う、横山さん、横山さん、ここの横山さんだけ、いいっす。お前な、江田さん、ほんまお前しばくぞ。横山さん一生懸命仕事してたんちゃうんか、それよ。お前ら何もしてんの、一目散に椅子座りやがって。見て、ほんで横山さん即仕事しに行くんやけど。ちょっとごめん、これ移動してあげて、やっぱりもう一回戻してあげて、これかわいそうやわ、横山さんが見て、家建てたばかりの江田さん食べ過ぎた、家建てたばかりの江田さん大きな不快感とか言ってんねんけどでもじゃんけんしてるお前マジ浮かれすぎな、江田さん。まず食べ過ぎたってなんなん、っていうかなんで立てようとせえんの何考えてんの。ああ、ほんでもう寝んねんって、みんなもう寝るってさ、ほら。あ、これでも女子は女子、男子は男子で寝るとこいいやん、うまいことできてるわ、ちゃんと。ほら、これでなんかこう黄色いゲージが回復するのかな、これ。こう黄色いゲージが回復していって、ほんで やる気メーターみたいな、でそれがまたこの建物を建てるとかに利用されていくってことなんかな。これでも後にもっと多くの人が増えたらいいね、ここにね。だってこんな、うわ、なんかだいぶ離したらなんか見えんねんけど、え、待って、今の俺がいるとこ、ここね、ここの位置からどん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 下の方に、ほら、なんかある。あ、これ、え、ちょっと待って、これここ行かなあかんちゃう、俺。こっちの方にもほらあるやん。あ、こっちに伸ばしていけってことな。あ、こっちにもあるで、なんか、そんなん早言うてや、俺全然何もない。お前虚無の向こう側行こうとしてたやん。よっしゃ、じゃあだいぶ遠いけど、当面こういうこんな飛行船あるで、もうこれぐらいの飛行船作るってこと。え、そんなこと可能なんかな。何人の搭乗者がまず出てくるかも分からへんし、うち半分は働いてへんねんけど。あとご飯とかもどうしたらいいか分からへんからさ、それ考えたらこれとかもなんか使うんちゃうかな思うねんけどな。 X1 エアロック、まあでも今とにかくやれることだけやっていこうか。クルーにベッドとトイレが必要や言われてるから。うわ、すごい、見事に全員うんこ膜出てるわ。ほら、うんこしたいねんな、一緒おいでよ、うんこ寝てやんと。みんなで一斉の でうんこできひんねんからな、4人では。新しいターン、これで初めて2日目に今我々は参りました。江田さんおもらししてんねんけど大丈夫？え、ちょっと待って、違って、行ったらいいやん、トイレに漏らさんなあかんほど。いや、でも横山さんと金山さんが漏らすことだけは許せへんからな、許されへんぞ、それは。2階に寝てる者として、わ、これ耐えた、横山さんと金山さん耐えたわ。なんとか金山さんだけ自我保ったな。で、ここを作ってほしいね、これ。はよトイレ作ってあげてよ、誰もトイレできひんなりゃ。我慢してんねんから、今横山さんと金山さん。あ、もう朝っぱらから横山さんの椅子富永さん作ってくれてるわ。マジこの江田さんだけ、俺絶対なんかほらありがとうとか言ってんねんけど、ほんでありがとうじゃない、ありお前な、人がなんかしてんのイチャモンつける前にお前が作れ言うてんねん。ここでほら横山さん頑張ってるやろ、なんでこいつ何もせえへんねん、鬱陶しいなお前ら。お前ほんまいい加減せえよ、お前ら絶対一目散にお前なエイリアンとかの敵にするからな、お前を。おっしゃ、キッチンモジュールを建造する、新しい出てきましたね、いいですね。キッチンか、じゃあちょっとここを広くしてキッチン作るっていう感じでいこうかな。一旦キッチンの施設だけ見とこう。これや、厨房、うん、いいね。やっぱ、今食べ過ぎたとか言ってるけどね、キッチンで管理していくってことは俺できると。あ、ここら辺でもいいな、でもな、ここら辺にこう立てて、あ、でもこうトイレが近くにあるから、まあ、水回り、あ、でも水回り一緒にした方がいいかな。一旦ごめん、ここら辺もうちょっと広げてもうて、よっしゃ、ほんでここ広げてもうて、ここをキッチンにするわっていうことにします。あ、よそせんしていたもん横山さん、何にも言わんと。ほら、この富永さんや、横山さん、富永さんばっかりや、もう
ほんまこいつらだけはいい加減にしてほしい。なんか考えた方がいいな、これな。俺こういう不公平一番嫌いね。一番頑張ってるやつが損する、この体制が一番嫌いね。俺は殺すか、もう殺すか。ほな金山さんのどこがまず勤勉なん、これ全然勤勉じゃないやろ。うわ、江田さんとかもお前家建ったらわかるやろに頭脳明晰とか言うてんねんけど、お前マジ一便な。もうヒューマンドラマやからな。最終的にほんで誰が生き残んのかってことやね。俺はこれ絶対江田さんやと思う。ほらありがとう言うてんの金山さん、いいよ、わかりました。ほんまいつもかわいそうに。え、以下のオブジェクトからいずれかを、高原付き栽培床、高原付き栽培床やって。へえ、これでなんかご飯作れるってこと。栽培マンは栽培マンにする。じゃあこいつらを栽培マンにして、じゃあ栽培施設はこっちの方に伸ばしていこうかな。下の方に、いい加減下伸ばしていかんかったら、こんな伸ばしていいもんなんかな、これ。こんなの伸ばしてみるか。じゃあ これでしてみよう。これだいぶ時間かかると思うけど、で今のところこれであのキッチンは作れるから、ほらこれ見て、こうやって作ってんねん。これすごいやろ、これ横山さん、これ横山さんが運転してんの、ね、これ富永さんや。もちろんその通り、その二人しか動かへんから。勤勉やな、しかし勤勉だね。横山さんはなんだ、平和主義やねんって。横山さんほらだから揉めへんねん。これお前俺やったらもうマジでここ戦争やからな、怒ってるで多分戦争が。富永さんは小さい頃から富永さんは英雄やん。ほらやっぱりな、英雄と平和主義者が今頑張ってんねん。勤勉とずっと明晰が喋ってんねん今なんか。じゃあ栽培マン作ろうか。栽培マンは一番しょうもないやつでいいわ。これでいいよ、高原付き栽培マンで。これでもいっぱい作れんやったらこっちの方がいいんかな。これでもでかないか、ちょっと。あ、でもそんなに大きないな。やったらこれ一個ポッと立てた方がさ、多分後にとってはいいんじゃないかな。どうせ俺絶対作り直すと思うねんな。お、できたできたできた。あ、これ江田さんなんかしてくれてるわ。ほら江田さんと金山さんが、お前金山さんは頑張れ、お前勤勉団やから。お、これほらなんか やってくれてるんじゃん。これなんかほら置いてくれてる。あ、まあ、立ってへんのか。これ今立てようとしててんな。お、江田さん働いてるやん。江田さんと金山さんと横山さんまで、お前横山さん、お前地面は作るわ、植物植えるわ。そりゃお前横山さん大きな不快感覚えるわ。当たり前や、俺が覚えても不快感。そして二度と忘れることないわ。お、できたっぽいぞ。これほら高原付き栽培とか、これで作、あ、まあ、さらに作物を植えんの。クルーの生存は水と食料に大きく依存しますよ。水と食料は交易および、サルベージからも獲得できますよ。サルベージなんですよね。食料は栽培できるが、それにはまず栽培床に植え付ける必要があるんだと。または人工肉が必要となる。よっしゃ、じゃあどれを、人工肉って何、そんな肉を作ることができるってこと。じゃあまず果物、野菜、果物を植える、野菜植える、人工肉植える、どう。で次は浄水装置を作れっつって、はい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 。だからまあ とにかく一旦今もう建てましたんで、この種を誰かが育ててもらうと。ほんで水の機械も作ると。これで食料大丈夫か。まあ、結局ほんで横山さんやってるやん。結局横山さんに任してるやんお前ら。こうしようか。これで電気も通ってるし、かわいそう横山さん。横山さんほんまに何でもできんな。全部横山さんやってかわいそう。何でもかんでも横山さんさせて、江田さんも何もせんと。お前ほんま覚えてるよ、お前ほんま覚え。小惑星を採掘する、建造ブロックを増産する有効な方法として、小惑星から取ればいいんじゃないかってことね。氷を採掘して、水に変えることもできるしっていうこと言ってるんですけど、小惑星ってこれやろ、これを、あ、伸ばすんじゃなくて、伸ばすんじゃなくてこれになんか採掘しに行けってこと。え、じゃあさ何があるか。これとかほら、これ氷ちゃう、あ、これ水やん。これ水に採掘中1、採掘中2にしようやじゃん。で、それで2人に行ってもうたらいいちゃうの。あの2人に行ってもうたら多分ことはスムーズにいくと思うねんけど。採掘すんのはまたこれ使うの。これちょうどほな今終わりやから、あ、金山さん行ったじゃん。金山さん出ていけ。金山さん、あ、また金山さんが、あ、金山さん料理作ってる。
金山さん料理作ってるじゃねえのもうさ、この自由奔放な2人だけはほんまに許さへんで俺。やっぱ人間の最大の敵はな、人間かもよ、みんな。ほら、こう働き者2人はせーのでな、戻ってご飯食べてんのにお前ら2人でな、信じられへん。まあ、横山さんの席がな、ここでできたからまだいいけど、これ多分ね、このコーヒーカップが出るときは休憩タイムなんですよ。ほんで休憩タイムで寝ると、それをまあ私もスケジュール見てみたんですけど、こういう感じに今してます。12時のところだけ1時間休憩させてもうて、ほんでまあ12時、ここからこの黄色いところ休憩ね、これね、自由時間、今の自由時間ね。だご飯食うとったでしょ、これ自由時間して、でこんだけ寝んねん、でこんだけ寝て、ここでまた起きて、でこっから仕事っていう、まあこれもみんな同じ時間にね一応してます。今はもう4人しかいないから、みんなで多分揃えた方がね、一生懸命働くでしょ、みんなも。おっしゃ、3日目、みんな3日目入りました。今日こそはトイレ行ってほしいけどね、ちゃんと4人が無事にトイレに行けることを願うわ俺は。おいや、トイレ行ってる、あ、トイレ行ってる、ほらプライバシーも減ったくれもあらへん、ほら金山さん関係あらへん、そんな、ほら並んでるわ、ほらこれ横山さんとかもガン見前から、お前レディーファーストレディーファーストで行かせや。あ、でも横山さんやまええわ、ありがとうやって、ほんで江田さん見せてくれってこと、見せてくれてありがとうとか、お前マジクズやな。あ、行ったんちゃう今これ、ほら行った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 、これこれグーン行って、これ水のところをなんか掘ってくれんねんよな。ここやねん、ここやねん、だいぶ遠いと思うねんけど、ここに2人行ってくれるか。これ 誰行ってんのこれ、ちなみに。お、金山さん、お金はないけど、お金山さん頑張って、ナイスナイスナイス、やっと仕事するやったか金山さん。金山ズワーク、ほら開始や、金山ズワーク開始。おお、いいね金山さん、SE とか一切あらへんや金山さん。お、持ってきたんちゃう、これ金山さん水持ってきてるわ、ほらナイス、ほら金山さんの、金山さんの水ここにピャッて来て、ここにドンと出てきたわ。この水がまたなんか使えるわけでしょ、これ浄水装置じゃないのこれ、これ待機中って書いてるけど、これで生成していくや、水を。え、これほっといても多分生成しそうやな、うん、多分大丈夫っぽいな、これ連続にした方がいい、こうしようか。これでほら、いいやいいやいいや、資源が不足してんねんって今。あ、これ水がやろ、だからこれ多分持ってきてくれるんちゃう、こういう風にこう、ほら水持ってきたやん。ほんでこれ水っていうか、これ氷やと思うねんな、持ってきはった、金山さんが持ってきはった氷をこれで水にすると。あー、いいやん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 。え、クルーに武器を装備させるやって、手動操作にして武器を装備させよう、キャラクターを選択して手動にしてから保管施設に移動させてインベントリーメニューを開き武装させんねんて。ほー、待って、江田さん、江田さん、あんたの仕事の時間や。お、江田さん、これおっしゃ、武装やん、お前、これ江田さん、こっち来い、江田さん、これなんか拾え、江田さん拾え、拾ってみろ江田さん、お前が、ほら来た、うわ来た、ほら銃や、これ何、メイン武器じゃん、来た、ほらこれ江田さん、江田さん一点、江田さんが一番力を持ってしまったで今で、行き線を探索するやって、クルーはシャトルへ搭乗するように命令できて、そのシャトルも自動操作にしてクルーへ、え、だから今度は江田さんをこっちに乗せろってことなんじゃない、今度は江田さんをこっちに乗せればいいんだよ。金山さん、金山さんちょっと働いてくれたけど、やっぱり働きが足らん。金山さんをメイン武器こう持たして、よっしゃ、ほんでさらに金山さんここ乗って、金山さんこれ、よし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 、ほんでこの飛行船を今から移動させることが、おお、できるやんできるやん、すごいすごいすごい、こことかでいいんやな、ここに俺は ここに行かせばいいか、よっしゃ、じゃあ行かしてみよう、シャトルちょっと行かしてみよう。あ、来た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 、江田さんと金山さん来たわ、江田さんと金山さんペア、これ江田さんと金山さん、ここにこれドッキング、あ、ドッキングや、ドッキングしよう、これドッキング、ガシャンってこう承諾や、これで江田さんと金山さんなんか戦うとかならへん、うわマジか、やっと活躍するんじゃん、この二人が、ガチャー。おっしゃ、あ、こう、ちょ、降りて、これこう、お、うわ、なんかすごい醜い未知のゾーン始まってるけど、これ何、どうしたらいいの、こっち、うわ、なんかいる、なんかいるやん、うわ、なんと金山さん大丈夫か、やっば、ちょ、金山さんいいかい、金山さんいいかい、いいかい、いいかい、江田さん、くそ、国境なき医師団やから大丈夫、まだ可能性はある、頑張れ金山さん、金山さん倒せ、よし、いいぞ金山さん、なんとか江田さんを
助けて帰ってこい。よしいいぞ金山さん。金山さん慎重に、金山さん慎重に。よし金山さん、枝さんを今まずしゃがめ、まずしゃがめ。金山さん攻撃。よし金山さん、枝さんも、いやか、金山さんまずおっしゃ、どうやった金山さん。あか、金山さん金山さん切りない。こいつちょっと一回シャトル戻れ。シャトル一回ドッキング解除。シャトルドッキング解除。よし、今向こうに向かわした。金山さんあたり、これなんとかできひんか。意識不明で睡眠中やねんて。こっちは、あ、枝さん、ナイス。枝さんご存命やけど。あか、枝さん、もう枝さん死んだもん。もう枝さん残念。枝さんちょっと待って。枝さんが赤疲労困憊で動けへんって言ってる。枝さんが、おっしゃ、ここでやってきた。富永さんと横山さんが今ほらもう戦争体制に入ったから、今からもう我々は戦争体制に入る。赤、ここ酸素も不十分や。まずい、いよいよまずいぞ。枝さんの能力がまずわからん。枝さんのこの枝さんの O2 ゲージがまずい。枝さんがもうちょっと体力がまずい。急いでくれ、頼む。おっしゃ、到着。いざ到着。まずこいつを倒せ。よし、ナイス、いいぞ。ここでちょっとこいつをなんとかしてあげられへんか。酸素を分けてあげろ。よし。金山さん酸素を分けたあかんちゃう。金山さん酸素を分けて。ちょっと金山さん倒れた。一回引け。富永さんと横山さんの酸素ゲージがなくなってきた。やばい、枝さんに酸素上げすぎた。枝さんに酸素上げすぎてる今。ちょ待って、横山さんが制御効かんなった。横山さんが自制機械やった。パニックってる。横山さん安心しろ。赤、横山さんが勝手に動き出す。赤、もうあとは英雄の富永さんしかいいひん。英雄の富永さんしかもう、ま、守れることができるやつがいいひん。これ疲労困憊で動けないやろ。これ誰、枝さん。枝さんびっくりしてる。枝さんを担ぎ上げられへんか。枝さんバーサスじゃないの。枝さんバーサスじゃない、酸素がないとかじゃないねん。赤、ちょっと待って、横山さんの横暴は聞かへん。横山さんの横暴が止まらへん。富永さん、あとお前だけ英雄のドア、赤どけや。待ってくれ、シャトルどうした。急にシャトルが動き出した。あー困った。シャトル戻れ。横山さんのパニックってる状況、なんとか富永さん仕上げて。富永さん、ちょ、誰かこれ宇宙船接近って何。宇宙船接近って言われてたけど、急に宇宙船なんか接近してる場合じゃなくて、この無能な二人がな、今足を引っ張っているの。こいつらが起き上がってくれたらもう帰んねんけどな。枝さんも来た。枝さん全てを攻撃しようとするのやめて。枝さんまた寝た。あかん、枝さんが常に寝よる。これだから、なんとかこれをかしゃがんで構えてる場合じゃなくてな。富永さんこいつを抱えてくれへんかって俺言うてんねん。あ、できた。富永さん、来た。入れ。ナイス金山さん。富永さん、こいつを多分拾うねん。拾うっていうやつや。これ拾って、富永さん。よし、富永さん拾った。富永さん拾おうとして、ありがとうって言われた。ありがとうって言うてる場合じゃなくて、帰れ早く。これ今誰か分からん。これちょっと一回入れ。枝さん入れ。金山さん出てきた。赤、金山さん出てきた。赤、よっしゃ、なんとかあった。みんな大慌ての第一陣やったな。いいわ、国境なき医師団頑張ったよ。でもちょ、もう一回リセットしてから、みんなの状態を一回リセットしてから、もう一回アコ行こう。もう一回アコ行って、なんか多分物とか置いてあったやと思う。それをちょっと拾おう。はい、おかえり。休んどいで、みんな一旦なあ。環境条件
江田さん江田さん入り口で邪魔見やがれ、これはもう悪い、擁護のしようがないな。お前のせい、今までお前が散々な何にも活躍せえへんからそういうことなんねん。よっしゃ、おはよう。宇宙船セクター突入へって、なんとかスペースウェルダー4万って出た。快適に休憩中へって横山さん。あーいいね、やっぱここでな、やっぱな、横山さんと富永さんがな、こうやってご飯できんの、やっぱ彼らが頑張ってきたからやねん。他ならへんねん、お前らが何もしてへんからそういうことなんねん。お前らはちょっとごめん横山さん、ほんださこいつちょっとあれやから拾ってあげていい、ちょっとこれちょっと拾おう。つい横山さん、こいつ寝るとこ間違うてるからな、こんなとこ出てしまうねん。これなんか洗濯物も片付けんとな。ほんで起こしたら思ったらもうこいつこの状態よ。これもうね、だからお前はバーンじゃないの今の見た、こいつここにねえって言った時の江田さん見て、撃つねんけど何かを。違うね江田さん、そんなことしてって言ってるわけないんだ。まだパニクってんのかお前。オッケー、ちょっと今することがないっていうか、まあこの状況ででも行ってもね、またあの宇宙船にどうせちょっと帰り討ち食らうから、一日オフの日ってことにするわ。一日オフの日にして働ける人だけ働いてもらう形にしようかな。今あの宇宙船をね、綺麗にちょっとしていこうかな、計画を実行するわ。よっしゃ、だいぶまとまってきたね。みんな今はもう21時なんで5日目を終了するとこなんですけど、まあ、電力をまず一つ確保するってこと、明かりをちょっとつけてみたっていうこと、さらにはトイレの、プライバシーを尊重するということですね。こう壁をこう用意して、でここにドアを用意して、さらにここに壁を用意してるんですけど、まあこっちの方は全然いじってないんですけどね。で、いよいよ明日になればもうそろそろ寝ると、ほらもう休憩して寝ると思うんですけど、電力の方もですね、かなり、まんべんのやらせていただきました。これなんですけどね、この電力のところからこうなんていうかな、こう密になるだけこう隙間をこう開けないように、さらに被らないようにっていうことで、電力の確保させていただいておりますんで、ある程度ねどこに物を置いてもあの電力は大丈夫、行き渡るというような形にしております。いよいよじゃあ6日目、もう一度あの宇宙船の方に向かわせていただいてですね、なんか絶対資源があったはずやねん、その資源を拾って帰ろうと。はい、おはようございます。6日目になりましたね。みんなこれでやっと揃って朝食を食べれ、さらにこの黄色のゲージね、まあ、気力メーターみたいなもんやと思ってもらったらいいと思うんですけど、この部分がねマックスの状態にみんななっております。これでね、ほらなんかちょっと会話なんてしながらね、ご飯なんて食べてもらっちゃって、よっしゃ今日は4人で行くからな、待ってろあの宇宙船。一応この部屋あたりはこう見てんねんけど、こっちの方とかこっちの方とか見てないのよね。ここにまだ敵がいる可能性があるから、まずは4人でこう潜入して敵を駆逐した後にアイテム回収というのを図っていこう。どうやらこの宇宙船に入っていくと、あの O2 だから酸素がもうすぐに減っていっちゃうんですよね。それを考えた時にやっぱ一回こうなんていうかな、ターン制でいかないと一気に全部することはちゃんと無理やから。よし、ドッキング、いいよお前ら、おりー、よし、潜入の時間だ。こっち行ってみるか、左下行ってみるか。じゃあ左下敵いひんか、左下は敵の面影なし。よし、クリア、敵の面影なしクリア。こっちは、こっちの部屋は、こっちの部屋、敵の面影なしクリア。よし、いいぞ、あとはこっちやな。こっちの部屋は、こっちの部屋いるんじゃないか、敵が。敵の面影なしクリア。こっちは、お、こっちもクリア。え、敵いいんちゃうか、もう敵いいになったんちゃうか。よーい、サルベージ完了。カッパの、え、このメッセージをクリックするか、戦術ビューまでズームアウトして探索済みの行き船を選択し、サルベージって何、取るってこと、これかな、サルベージかな。この船ステーションからスクラップ資源をサルベージする。おっ、なんかいいや、 楽そう。これ、え、何？全部移送してほしいけど、じゃあこれで多分、あ、持っていけねって、サルベージで、しかも何、このと潰すってこと、潰して持っていくんや。あー、なるほど、全部リサイクルして持っていくってことね。おー、すごい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 、勝手に宇宙船持っていってくれる、もうあと全自動や、全自動で持っていってくれねって、すごいやん。うわ、もう見て、横山さんとかものすごい規模のものを解体してるよマジ率先してやっていくから、横山さんはこういう一番めんどくさいことを。
これがやっぱ横山さんの一番いいとこやねんな。おー、いいね。金山さんだけ帰ってきてんだけど、なんかどうしたん金山さん。急に金山さんだけ何もする気ないで。え、なになになに、どこ行くん、どこ行くん。え、何してんのお前。おー、いいね。勝手にほんでこの戦隊がこのアイテムをもう持って行ってくれてるの。これ多分マックスになったらこの船自体がまたビョンどっか行って、ほんで荷物運んでくれんや。向こうでほんなら金山さんが受け取ってくれてるってことなんかない。一応金山さんは休憩してるけどな、ここで。金山さんはここで依然休憩してるけどな。まあでも嵐の前の静けさというかね、とこあるんでしょう。やっぱもう一人でこれ一手に担わなきゃならないから、金山さんは受け取りを。おー、すごいやん。物資のみならずみんな帰ってきたやん。お、金山さん働いてるよ。ほら、さすが金山さんと江田さんがほら率先して働いてる。さすがさすが、いいやんいいやん。そうやんそうやん、それ君らの仕事やん。お、あ、金山さん、ほんで金山さん行ったで。金山さんもは、おお、金山さん一人で、じゃあ私行くと。みんなが来るんならじゃあ私行くってのはもういいよ。すごいな。ほんでお前ちっちゃいなんか出してきてんで。あれ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 、総力戦になってるわ。総力戦の要素。うわ、すごいやん。もう壁とか、壁とかも俺のもんみたいな感じで、すげえな。そんなとこまで有効活用するんや。この金山さんとか宇宙むき出しで仕事することなんや、これから。じゃあ宇宙むき出しで金山さんサルベージしていくんや。ええー、な、サバイバルしてるな。物資はどうなんやろな、これ。これいいんか悪いんかが全く分からへんのよな。まあでも今のとこ問題ないから、何かってと物は作れるんでしょうね。ただこっからこの宇宙船を拡張していこうとなった場合、問題が出てくるっていうことと、おそらくね。あと、まあ、あのなんかこの宇宙船はこうやってこれを維持するだけじゃなくて、ま、何かし他にもできるみたいで、なんかさっき見た分にはワープできるみたいな。オーバー、なんかあるやん、すごいスピードでワープするみたいな、そういうのはもうできるらしいねんな。じゃあ最後に船内スタビライザーっていうやつだけ、これを船体スタビライザーってやつだけこれ立ててみますか。これで、向きはこっちにしといた方がいいかな。これで、一旦今日は終了と。まあ2時間ちょっとかなのプレイとさせていただきましたけれども、おー、まあまあある程度私の中ではもっと、あ、もう死んじゃうかなと思った最初。やられるんちゃうかなと思ったけど、ちょっとそういう危機を乗り越えた形でね、皆さんの仲も良くなったと思います。最後に有効度だけチェックしていきたいと思いますけど、まずはじゃあ横山さん、一番私が今回頑張ってくれて、買っていますカレーを、横山さんの状態は、富永さんとの、あ、富永さんと関係は仕事取り合う仲みたいな感じなんかな。お金はないけど金山さんとの有効度はプラス1ということになってます。また富永さんは、対して富永さんは、横山さんとは仲良くあんまりないけれども他の人とも仲良くないと、こういう形ですね。孤独なんですね、富永さん。まあ、英雄ですからね。金山さんは、あ、金山さん、友好関係がすごいですね。江田さんと、ほんで、富永さん、横山さんに、あ、なかなか友好な方なんですね、金山さんは。お金がないけれども、やっぱり。その分、何かこう、自分が今まで得てきた経験とかね、空気を読むのが強いかもしれないですね。まあ、で、最後、江田さんは、江田さんは8と。お金はないけど、金山さんに対しての好意がすごいと。止まんないと。金山さんとの、関係がもう合わない。2が余分に余分に2を足してまで好きという、これが江田さんと家建てたばかりですからね。これまあ社会的な問題で言うと金山さんはたなびくかもしれませんが、ここがどう、この2人の関係が一体どうなっていくのか、もしかしたらお金はないけど江田さんになるのかね、そのあたりがやっぱり今後の注目ポイントかなと思います。さあということで、いかがだったでしょうか。今回初めてとなりましたスペースヘブンというゲームでございましてね、まああのあんまり長いシリーズになるとは私は思っていないんですけれども、ただやっぱりやっていけばやっていく、なんかほのぼのとしている中にも何かこう宇宙というのが舞台ですから、未知の恐怖みたいなねものを感じながら、どんなことになるんだろうっていう、まあこの船自体に攻めてくるのかとかは私もあまり全然わからないですよ。もちろんそのネタバレ的なことは知らないですけれども、おそらく今回はね、まあ本当に触りの部分だと思いますから、ここまで生活できてると思うんですね。すなわちこの先にやはり、そういう地球外生命体との交戦、もしくはなんかね宣戦布告したりすることもできるみたいなこと書いてあったんですよ。っていうことを考えると、他の船、他の宇宙船がいて、しかもそこに人がいるなんてことは
あるんじゃないかなと。そうなった場合、私は今宇宙服なんですよ。ただの宇宙服、そういったものを鎧的なものにね、やっぱ強度の高いものにしたり、銃を強くしたりと、そういう風なことをしていかないと生き残っていけないんじゃないかなと。果たしてどうなるか、もしよろしければまた次の動画ね、上がった時にご覧いただければなと思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。